堂本剛、山口さやか。若い頃の破局で言うと、昔のツーショット写真がやばすぎる。堂本剛さんは、KinKiKidsとして絶大な人気を誇るアーティストです。1997年のデビュー以来、多くの名曲を世に送り出し、ミリオンセラーを連発してきました。10代の頃からジャニーズのトップアイドルだった剛さんと、女優の山口さやかさんは、かつて熱愛の噂がありました。ここでは、2人が破局に至ってしまった理由について見ていきます。付き合うまでの馴れ初めは？堂本剛さんと山口さやかさんは、東京堀越学園の同級生であり、クラスメイトでした。当時すでにトップアイドルだった堂本さんは、なかなか学校に通うこともできないほど多忙を極めていたようです。高校3年の修学旅行だけは、なんとか参加でき、それまで女子との交流がなかったのですが、一気に打ち解けて人気者になったそうです。かっこいい上に面白いのですから、モテるのは当然ですよね。そんな中、交際に発展したのが山口さやかさんだったということです。昔の衝撃エピソード。2001年、堂本さんの自宅に通い朝帰りをする山口さんの姿がフライデーによってスクープされましたが、それぞれの事務所は交際を否定、友人関係を強調しました。それでも2人の熱愛を裏付けると話題になったエピソードがあります。堂本さんが作詞した楽曲の歌詞に注目が集まりました。 KinKiKids のシングル「Hey! みんな元気かい?」のカップリング曲「愛の塊」の歌詞の一部です。山口さんが過去に語っていた好きな男性の香りを街中で感じ、渋谷駅からセンター街まで尾行したという話とよく似ているというのです。これは偶然なのでしょうか。昔の破局エピソード。交際開始当時、山口さんはまだ無名の女優であり、堂本さんとの共演もなかったため、周囲は交際に気づかなかったと言われています。発覚した2001年には、山口さんも知名度を上げていたため騒ぎになったのです。何度も破局、復縁を繰り返しながらも両親とも顔合わせをしており、後任の中であった2人。2003年に堂本さんが過呼吸症候群を発症した時も、山口さんはそばにいて献身的に支えたとのことで、結婚も意識していたと思われます。それではなぜ2人は破局してしまったのでしょうか。それにはまず、堂本さんの所属する事務所が強大な力を持つジャニーズ事務所であったことが原因として挙げられます。しかも堂本さんはジャニーさんのスペオキ、スペシャルお気に入り以上と言われるほど特別な存在でした。当時のジャニーズ事務所は今とは比べ物にならないほど恋愛に厳しく、人気絶頂であった堂本さんのスキャンダルはありえないものだったのです。その上、結婚秒読みのような報道をされたことで過敏になり、別れさせられたのではないかと言われています。もう一つは、同級生の女優友坂理恵さんとの関係です。友坂さんと堂本さんは1995年から1997年にかけて共演した金田一少年の事件簿のドラマや映画をきっかけに熱愛が噂されました。同作の初代主人公とヒロインを演じた2人は確かにいい雰囲気でした。真相は不明ですが、この頃から堂本さんと山口さんの熱愛情報は一切出てこなくなったため、三角関係から2人は破局したのではとも言われています。それ以来、山口さやかさんには浮ついた話は一つもないまま時は流れ、2018年にゼクシーの表紙撮影でウェディングドレスを着用した時には、こんなドレスを着られるなら結婚してみたいと語ったこともありましたが、2019年2月に放送されたグータンヌーボ2では、結婚には全然興味がないと断言しています。さらに2021年に出演した突然ですが占ってもいいですかでは、自由を奪われるのが嫌いだから結婚願望はないと語り、結婚までの手続きが面倒、結婚すると別れるのが大変らしいのでと続けました。そんな山口さんの様子から、ネットでは昔の経験から芸能人として誰かと恋愛するのが心底嫌になったのではと案じる声も聞かれましたが、女優道一筋に生きる
山口さやかさんも生き生きとしてとても素敵で、これからもたくさんの作品を見てみたいと思います。昔のツーショット写真集、修学旅行の時の写真です。堂本さんを中心に女生徒が集まっていて、その人気ぶりがわかります。高校卒業時の山口さやかさんです。かわいいですね。1998年に出版されたファースト写真集です。とても可憐ですね。2001年4月、2人が21歳の時、熱愛発覚としてフライデーにスクープされた時の記事です。帽子をかぶり、マフラーをぐるぐる巻きにした山口さんはかなり怪しいです。2001年に発売された雑誌パーソンの表紙を飾ったキンキキッズの2人です。とてもかっこいいですね。人気絶頂だったのもわかります。まとめ、堂本剛さんはキンキキッズとしてミリオンセラーを連発してきた人気アーティストです。10代20代の頃、女優の山口さやかさんとの熱愛が発覚、結婚かとも言われていましたが、残念ながら破局してしまいました。その理由としては、人気絶頂の堂本さんの熱愛を事務所から強く反対されたこと、もう一つは女優友坂理恵さんとの三角関係と噂されていますが、真相は不明です。